じゃあね、ATP の構造を見てみます。ATP っていうのは正式名称、アデノシン三リン酸といって、これはね、ヌクレオチドの一種。で、そのヌクレオチドっていうのは何じゃいっていうと、ヌクレオチドっていうのは、まあ普段ね、皆さん全然あのニュースとかに出てこないからね、あんまり意識しないと思うけど、でも生物界、あのすべ、あ、てか全ての生物にが使ってる化学物質です。ヌクレオチド。塩基と酵素、リン酸が一つ以上つながったものをヌクレオチドって言います。どんな感じかっていうと、例えば ATP 描いてみると真ん中に糖があって、で、それと塩基がつながっていて、で、ATP の場合はリン酸をね、3つも持ってます。あれはこれがリン酸。リン酸とリン酸の間の結合はものすごく高いエネルギーを持った結合で、文字通り高エネルギーリン酸結合って言います。これが ATP の構造です。確かに塩基があって糖があってリン酸があるからヌクレオチドの一種だね。で、なんでアデノシン三リン酸っていうかっていうと、これね、この部分、この塩基、実は塩基ってね、生物界でアデニンとかね、チミンとかシトシンとかグアニンとかね、ウラシンとかね、いろんな塩基がってね、種類がいっぱいあるんですね。で、その中でもアデニンって言われる塩基が ATP では使われてます。で、糖もね、いっぱいあるんですよ。スクロース、グルコースとかね、デオキシリボースとかね、リボースとかね。今回糖にはリボースが使われます。糖の語尾はオースがつくことが多いですね。グルコースね、スクロースね、セルロースね、全部糖です。リボースね、これも糖です。で、このアデニンとリボースを合わせたものをアデノシンって言います。だからアデノシンにリン酸3つでアデノシン3リン酸って言うんだね。 ATP の T はね、トリ3を表します。リン酸3つついてますよっていうのを表しています。トリケラトプスね、トリケラトプスなんてね、3も角が入ってるからトリケラトプスだしね、まあ、トリはね、3を表します。ほんでこれってね、ATP ってね、一種のね、充電池みたいなもんで、エネルギー溜め込んでんすよ。で、エネルギーをね、放出することもできるんですよ。充電池って溜めるだけじゃ何も役立たないじゃん。放出しなきゃいけない、ね、充電池ってエネルギーをね。で、このね、ATP って、この高エネルギーリン酸結合にすごいエネルギーを溜めてて、これを切り離すことで、こっからね、たくさんの化学エネルギーが取り出せます。この化学エネルギーを使って、あといろんなね、筋肉を収縮したりとか物を運んだりとか、いろんなことができるようになります。 ここちょっと難しいんだけど、あんまり気にしなくても良いです。実際ね、リン酸ってこう負にマイナスに帯電してて、このマイナスに帯電してるもの同士がこう近くにあるってかなり不安定な状況なんですよ。マイナスマイナス、うわお前マイナスやんって、嫌いやなって、でこう繋がってたら、うわお前マイナスかいって、もうね、みんな反発し合って、結構ね、不安定ってね、僕たちの言葉でね、高エネルギー物質って言うんだけど、高いエネルギーを持った物質なんですよ。まるで崖の上に溜まった水のように今にも流れ落ちそう、なんだよ、タンスの上にあるダンベルみたいに、怖いでしょ、なんか今にも落ちてきて何かこう物を動かしそう、そんな風にね、不安定なものなんですね。だけどこれ、リン酸が1個離れることで、
リン酸が1個離れることで不安定なものからより安定なものに、ね、あ、1人いなくなったわってちょっと安定になったなって、より安定なものに、で高エネルギーなものから低エネルギーなものに変化すると差分のエネルギーが取り出せるんですよね。これちょっと難しい話だからね、あの飛ばしちゃってもいいです、良いです。ちなみにリン酸が1個なくなっちゃったね、これ ATP のリン酸が1個なくなっちゃったらもうね、あの3つリン酸はないから、ね ADP ってこのリン酸2つ、アデニンリボースリン酸2つくっついた物質は ADP って言われます。 D は字って言って、2を意味します。あのジレンマの、ジレンマの字だね。あのジレンマって2つの過程って意味で、あの2つにこうなんていうかね、あの迷っちゃうみたいなジレンマってね、あの字はね、2つ、2っていうね数字を意味します。リン酸が2つしかついてない、アデノシンはアデノシン2リン酸、ね、ADP と言います。一応これがね ATP の基本です。